教育事業大手のベネッセと人材サービスのインテリジェンスがこの春設立した新会社ベネッセアイキャリアが新卒者に向けての就職支援ビジネスに本格的に参入することになりましたこれからその新事業についての記者発表がこちらで開催されます就職活動ににに関ししててていくつかのもう命題はもう浮き彫りりされておりますす大量にエントリーしてですね、えー この面接を受けても、このただ不良とされ、なぜ落ちたかも分からず、疲弊してしまうと、こういった若者がたくさんいるわけでございます。しかも、学生は何をしたいかということよりも、この有名企業に入るという選択肢で動いていると、こういったことも要因となるかと思いますが、 結果として社会人に旅立ってもですね3年で3割の新卒者が離職する転職するとこういったことに至っているわけでございましてこの現象はまさにこの学生と社会のニーズがマッチングされてないということの一つの証しでございます同時にこの学生時代4年間大事な時期に 相当な労力を使ってこのあまり質の高くない就職活動に時間を浪費しているということも実態でございます。こういったところでこのもっと学生の段階で社会人とは何かというキャリア教育を行い自分のキャリアをしっかりと見据えるコンサルティングを提供するそして質の高いマッチングを できるようにするというのが、この事業のスコープでございます4月1日にベネッセアイキャリアという形で、学ぶことと働くことということをうまく連携を取りながらです、ね、サービス提供していくことで、まずは学生の皆様、もしくは大学の教育、それから学生の皆さんの雇用先として受け入れられる企業の皆様、 そうした方々に対してです、ね、少しでもこれまでになかった新しいサービスを提供していきましょうということで、今年の4月1日に、新会社である合同事業を開始させていただいたと、大学在籍中にです、ね、少しでも社会に出ていく前の段階でのキャリア教育のサポートが、大学の皆さん、それから学生の皆さんに対してできないかということを、この4月からやってまいりました。 そしてこの10月からはですね、いよいよ大学を1年後、半年後後にする方々に対して、確かに情報は便利にたくさん入手できるようになったんだけども、本当にその方にとってですね、活躍できる会社ってどこなんだろう、業界ってどこなんだろう、職種は何なんだろう、そうした事柄をこれまで年間に大体今、当社が、 2万人ののの転職者の方々のご支援をさせてていいただいておりますそうした中で、まさに相対をさせていただいて、転職のサポートというようなことをさせてもらってきたわけですが、そうしたノウハウを新卒の学生様向けにも、ですねノウハウ提供ができないだろうかということを、ベネステアイキャリアという形で、ですね今回、新しくスタートさせていただきたいというふうに思っております。 就職活動セミナーやカウンセリングといった就職支援を主力といたしますインテリジェンスの大学事業と高校から大学への接続学びの転換といった大学の初年次教育に力点を置いていますベネッセの大学事業が互いに補完し合いながら順調に事業は立ち上がっておりますこちらのチャートにございますように ベネッセといたしましては、この社会人教育、社会人の領域というところになかなか事業の広がりを見せることができませんでした。今回、インテリジェンス様と一緒にジョイントベンチャーをさせていただくことによって、この領域への進出をしっかりと担っていきたいというふうに思っております。こちらのチャートは インテリジェンス様ベネッセの既存の事業の強みということで書かせていただいておりますこの度両者の力インテリジェンス様の総合人材サービス業としてのリーディングカンパニーそしてベネッセの教育への知見こちらを合わせることによって学生及び大学そして企業への支援の幅を広げてまいりたいと 思っております今回、ベネッセアイキャリアという合弁会社の事業を4月から進めておりましたが、さらに1段ステージを上げること、つまり学ぶと働くをつなげることで、就職活動の課題解決に貢献したいという願いで、今回の新卒学生向けの就職エージェントをスタートいたしました。既に 4月より始まっております教育事業部門60名にインテリジェンス様から就職支援事業部門の70名を迎え社員数130名で10月1日より新たにスタートを切ってまいります事業所は東京大阪名古屋北海道の4拠点でスタートし可能な限りこれから全国をカバーをしてまいりたいと思っています 教育事業と就職支援事業の双方を一体的に運営をすることで、社会に出て活躍できる学生の皆様の育成、そして学生が自分,が自分を生かせることのできる職場との出会い、それぞれの相乗効果をさらに発揮してまいりたいと考えております。教育と就活で分けるのではなくて、一貫したサービスにしていこうと。 いうこ,とここが一番のポイントですもともとですね就活においてはどうしても就職内定というのがゴールになるという傾向がありその問題も指摘されていましたゴールが就職であるはずがないあくまでも就職して社会人として活躍するようになることがゴールだとこれは別に学生にとってだけじゃなくて企業もそれを望んでいますそのための教育規制というものが学生時代から行われてしかるべきじゃないかと,という意味合いで えー、このキャリア教育と分野においてということですけれども、えー、社会人として活躍できる人材を育てるということを一貫して追求するというサービスが必要だというふうに思っております。大きなサービスとして2つ、えー、これから展開をするわけなんですけれども、そのうちの1つ目が、えー、学生一人一人の就活、そして企業の採用を支援する新卒エージェントサービスになります。d、えー、ューダー新卒エージェントということで、10月1日によりスタートをいたします。 リューダーはインテリジェンスの転職支援サービスのブランドです。年間二万人のですね転職者そう出している実績のあるサービスとして非常に多くの企業様をと取引をさせていただいております。この中における個人のサポート、このノウハウとそれからたくさんの企業を知っているという企業さんの取引および信頼の厚さといったところ、これをですね新卒の世界に持ち込みたいというふうに思っています。 それがコピーにしますとですね就活にプロの視点を転職で培ったプロの視点をというふうなことでございます。中身としましては学生一人一人の仕事の探しをプロのエージェントがサポートするということこれはもちろんでございますがその中で個人のキャリア感と企業の求めている人材像を個別にすり合わせをするというところに意義がございます。 それからグローバル対応ということで、日本で働きたいと考えている、日本企業で働きたいと考えている外国人の留学生等のサポートもやっていきたいと思っています。ご覧の図にありますように、学生サイドにも、我々のキャリアコンサルタント、これが学生のエージェントとして立つわけですね。で一方で、企業サイドにも、まあ、企業担当者としてありますけれども、企業側のエージェントとして立つという。 企業側と学生が別々の人格で別々の本当に実際の違う人間が立つということが実は転職の時も同じなんですけども我々の基本的なあのサーービスのポリシーでございます。でここで、えー、学生さんは登録をするとあくまでも学生の立場に立っているキャリアコンサルタントがしっかりと相談に応じそして、えー、企業担当者が集めてきた求人の中から 学生さんにマッチしそうな求人を、えー、厳選してご紹介するという形になります一方で企業の担当者の方は、えー、たくさん、えー、来ている学生さんの中でもうすでにキャリアコンサルタントが合っていますからその情報を確認した上で企業様に、えー、一番ふさわしい人材企業様の求める人物像にフィットした方をこれまた厳選してお届けするという形になりますだから質の高いマッチングができるということでございます これをですね、ナビサイトと比較して、えー、あの上下にした図がこれになりますけれども、まあ、一目瞭然でして、えー、上は人がいない、下は人がいる、えー、顔が見えるサービスがあるということになります。ナビサイトの場合は、まあ、あのいわゆる就職のナビサイトということなんですけれども、今現実は、 100このナビサイトでで就活が行われて言も過言でないいと思いますエージェント型の場合はです、ね、学生に対してもまた企業に対しても、えー、しっかりとです、ねえー、両方の意向を聞いた上でえで、ー、数を絞っていくということ、えー、そこがやっぱり非常に重要な違いかなというふうに思うわけです実際に学生さんがわれわれの新卒エージェントサービスを使う場合のプロセスフローをこちらの方に書きました ままずウウェブサイトから登録ををしていいただきますその次にカンンセリングを受けるということになります、えー、このカウンセラーを通じましてです、ね、私どもが保有している求人をご紹介するということになるんですけれども決してそれだけではなくてです、ねえー、その他のサポートということでその,その方のです、ねえー、例えば強みや弱みやということを確認したりあるいは面接対策のサポートをしたり本当にさまざまな相談に乗ったりということをします。 これが、えー、マッチングのレベルを上げていくわけですね、えー、人によっては本当に緊張するだけで自分を出せない方もいらっしゃるわけです、えー、そういう方も含めてです、ね、対応してまいりますで、えー、最終的にはあの内定入社ということなんですがそこに至るまであのケアをしていくというふうなサービスになります。これは今新宿に今回作ろうとしてます、えー、カウンセリングブースのイメージでございます。 フラムを含めてですね我々の転職者用のものに比べるとあの若い人に使いやすい入りやすいイメージにしていこうと思っておりますもう一つの大きなサービスが、えー、学内インターンシップです企業側にとっても大学側にとってもですねメリットのあるインターンシッププログラムを提供するということを考えております、えー、こちらになります具体的にはベネッセアイキャリアはプログラムの作成とそれから講師の提供および そこの中で学生がいかに、えー、キャリア意識が醸成されていったかとか、えー、あるいは企業に関する知識がちゃんと増えていったかとか、いったことをしっかり PDC を回しながらです、ね、補足し、そして指導していくということをやっていきたいと思っております、えー、もちろん、えー、大学に対してのこのプログラムをやる上でのコンサルティングも行いますし、企業に対してはいろんなコーディネートを行うわけですね、で企業様からは、えー、ある場合には社員を参加していただく。 ある場合にはいろんな課題テーマを出していただくみたいなことを使いましてですね我々の方でプロジェクトベースドラーニングこういったプログラムを実施するとそれに対してですね事前事後にフォローしていくとこういったものをやってまいりたい年間の規模でやっていっていきたいと思っておりますさらにグローバル対応ということで言いますと私どもにはすでにグローバルスキルの育成 21世紀世界で標準として必要とされる能力の開発そういったものについてのです、ね、プログラムを持っておりますそういったものあるいはいろんな多様な価値観を受容できるようなそういうスタンスを形成するプログラムこういったものに合わせて留学の実際体験それから GTEC と申しますけれども語学の運用力の測定実際に使える英語これを どこまでやれてるのかということを見ていくということをやっていきます4技能とありますのは、えー、読む書くだけでなく聞く話すこの4つですね、えー、これらを組み合わせたプログラムを学校に提供することができますそのときに、えー、パートナーとして、えー、グループのベルリスであったり ベネッセ海外留学センターであったりあるいはインテリネスの関連会社である ICC こちらはですね、海外インターンシップを専門にしている会社なんですけどもこういったものを全部総力を挙げてですね、グローバル人材の育成に関する要請に対しても答えていきたいと思っております教育と就活が分けて行われるという時代は終わったんじゃないかというふうに思っていますあくまでもゴールを社会人として活躍できる人材とこにおいて 大学と企業がしっかり連携しなければいけない、そのために我々がハブとなって、ブリッジとなって、ここをつなげていく、その具体的なサービスが、その第1弾が、ューダの新卒エージェントであり、学内インターンシップだというふうに考えております新サービスによって、やはり何がどのように変わっていくのかという点と、今後の展望も含めて教えてくださわれあの教育と就活というものを一体にしたサービスをやろうと思っています。 訴えたいことはあくまで社会人として活躍することがゴールだということなんですね。このことを絶対に伝えていきたいと思ってますし実はあの最近学生さんですねあの。仕事をするっていうことにこうワクワク感を持ててない方が結構多いんですね。えー、内定が決まったけどもいざ就職の手前になるとあの非常にちょっと憂鬱な気分になると。えー、なんかか就活ブルーとかね なんかそんなことを入社前のブルーとかっていうようなこと言葉もありますけどもえ要は働くことを楽しいことだとかやりがいがあることだとなかなか思えない学生さんがこの20年間の間にすごく増えたと思ってます私たちはやっぱり働くことってすごくえーやりがいがあり面白い苦労があるけれどもそれを乗り越えたら楽しいっていうことをしっかり伝えたいと思うんですね。そののこことととが一番あの私たちのやりたいことだといだう,うに こちらがインテリジェンスのカウンセリングルームです。ずらーっとお部屋が並んでいますね。実際に学生さんに行われるベネッセアイキャリアでも、このように個別にカウンセリングが行われるそうです。たくさんの情報の中から自分に合った会社を選ぶというのは、本当に難しいことですよね。でも具体的に就職の悩みを相談できる、このようなカウンセリングのシステムは、とても素晴らしいと思います。学ぶと働くをつなぐこのサービスが、若い学生にとって、 これから力強い味方となりそうです。